あ、ビビリ予告。このままバトル発展した方がいいですね。だいたいこうやって階層いくんですけど。あ、赤堀もらいましたね、これは。もらいました。へい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 。いや、嬉しいわ。サザンクロス。え、何今の音、初めて聞きました。あれ、おお、あ、これの子です。今の電気走るのかっこいい。けけけけけけ、うわ気持ちいい。最高最高。はいはい、イエイイエイ、助かった。カスタムしようかな。ギアクラッシュカスタム、どうしようか。発生率激アップにしようかな。あー、これいけるんじゃない。あー、してるしてるしてる、きた。あー、気持ち悪い。え、気持ち悪い。感想は気持ち悪いって。やっぱ引くときにここが、うん、何これ。へー、なるほどね。やってみたい。気持ち悪い。なんかあの、なんだろう、あの、例えるなら両生類、両生類の、ああ、いや違うな、魚の鱗を、鱗をなんか触ってるみたいな、なんか、あ、そう、動いてる魚の鱗を触ってるみたいな。へえ、生き物みたい、生き物。気持ち悪い。土の子、土の子みたいな。いや、土の子は会ったことないだろう、お前。土の子。ガメ。あ、レイボでした。私ちょっとカスタムに夢中で。ああ、ドレインボーだった今。そうだわ、いきなりフラッシュ、その音だわ。引かない。おー、おい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 、サウリス、サウリス、あ、ほんとだ、ほんとだ。なんか生きてません。確かに。うぇー、気持ち悪い。気持ち悪いは間違ってるけどね、たぶん。たぶん、リアクションとして気持ち悪いは間違ってる。間違ってますね、サウリスさんに怒られちゃう。からの、わお、楽しい楽しい、わお、こんなパターンあるんだ。おお、来ました。久しぶりだね。おお、セリフは一緒、ズドーンっていう感じだね。ですね、一番キャッツ。しかもジャギステージ、あ、なんか北斗七星出たよ。あ、北斗七星保留だ、うん、視聴生が出ると熱いですけど。あ、ここにね、保留変化あんまりしないんでね。どうなの、すごい静か。結構ジャギステージだし、いいんじゃないですか。おお、これ出るとまあこう演出が起こるって感じですね。ビーチみたいな、もう発展と。階層ですね。おジャギだよ。はい。一応このステージと対応してるんですよ、ね。あ、そういうことか。基本は。わあ、ご勝負。おお、三回目。三回目。六八七。四回まで行けば熱いですよ。お、あ、初めて食らった。あといいか。もう一回。まさか。まさか。いけ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 。もう一回、もう一回行かない。あ、でも三回。あ、三回。調整。ジャギーだし。あれ？北斗七星ない。あ、赤い赤い赤いです。いいいいいい。あー、いい。けーん。あぶねー。最高最高。じゃあ私も。無双転生バトルまでいいですか。これは揃っちゃいましょう。イリアの分一発、はい、で押さない、押さない、痛え。最後にこれは自分の分、あ、おいしょ。もう大丈夫でしょう。行きましょう、二人で右打ちしましょう。あとこれも俺の分。
円かな。総投資7000円。3-2-2。じゃあここは私がちょっと龍拳さんの顔を拝みに行きましょうかね。いや、拝みに行かないで。やめてやめてやめて。わしがらおうだと。ちょっと龍拳でも龍拳まあ龍拳からの無双転生かっこいいですね。ああ、そのルート見たいね。ルートかっこいいですね。頼むぜらおう。ケンシロウがここまで連れてきてくれたんだ。おう、逆転あたり。いやー気持ちいい。強い男。やばいやばい、保留保留です。3000だ。3000いきました。すげえ。ちょっと今日見どころたくさんすぎてどうしよう。すごい、やばいですね。でラオウは一番やばいのが龍拳、その次はトキ・ジューザの順なんですけど、さっきリハクいたよ。リハクはもうアビバです。ああなるほどね。なので大渡り濃厚です。病の時ね。あいしょ。おパチスロの演出。本当だ。ウェーイ。相手の技はちゃんと、よし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 、ちゃんと受けたね。あれどうでした。ああ、よかったよかった。あれはそのあケンシロウ、またまた。はっ、あ疲れちゃった。ずっとケンちゃんだったからな。ここまでも2番。あら、まだ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 。なんもないな、なんもなさそうだな、タイミング的に。あついにワンチャン保留。あ、ミラクジ。あ、ダメだ。早いな、アミラクジやると。お、いないよ、リュウケン。激アツ。リュウケンなし。これはいいパネル。あ、このセリフいいです。ウヌワって言ってる。ウヌワ。セリフはああいうチャンスですね。ウヌワ。ウヌワ。何ですか。ウヌって。ウヌ。そう、ラオウってウヌって言いますよ。ラオウ以外聞いたことない。時は8点敗で濃厚です。勝利濃厚。ここは4だね、点敗は。いやでも時の時点で結構いいですね。おいしょ、気持ちいい。ウヌ言うてますからね。ウヌはウヌ呼ばわりしちゃう。いや、よいしょ。おい、3ラウンドばっかりだ。本当ですね。何割って言ったっけ。あ、でもまだ分かんないじゃないですか。あ、そっか、昇格3割か。ピップなしか。ピップない。あー、ないですね。あー、ありました。よかったよかった。いいタイミング。いいですね。嬉しい、嬉しい間合いだね。最弱キャラなんで、逆に弱攻撃してきたら濃厚なんですよ。ああ、かかと落とし。中途半、それは無理やわ、ね。うん、おら、あー、発想しないか。ラオウからやるパターンね。やりましょう。よいしょと。よし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 。オッケーオッケーオッケー。龍拳やっつけてラッキートリガーに来てえな。来たいですね。とりあえずなんか、とりあえず武装転生のあの見たいですよね。あ、そっか。とりあえずそのアイコンのアイコンのチャンス行きたいですよね。いやでも大丈夫じゃないかな。半分ぐらい3ラウンド見てるか。違うか。結構引いてますよ、ね。結構引いてるよね。うん、今10発引いて。あ、え、待って、10ラウンド4回しか引いてないですか。あ、本当だ。やばいっすね。ほんまや。10ラウンドの方が少ない。その引きだったら無双転生チャンス1回くらい引いてそうですけどね。ねえ。30%ちょっとありましたからね、期待と18点率。10ラウンド引いてないからか。そうだね。そっちの思考が少ない。来たかついに。うわ、スカートだ。うわ。来たか。ラッキートリガーの入り口を。逆にね。そうだ。
チャンス。あ、待って、龍拳4点敗、あ、大丈夫、龍拳の4点敗大丈夫です。わお、何安心パターンばっかりじゃん、龍拳。ちょっと、めちゃくちゃいいじゃないですか。じゃあもう、いよいよ、あ、逆転以降、逆転以降、いよいよさ、いよいよ何にもない龍拳が出てきた時、本当にやべえんだろうな。確かに。おい、3ラウンドどんだけ引くんだよ。いや、ピップーでお願いします。ピップー。はぁ、嘘、偏る。うわ、3だ。おー、3だわ。偏りますね。おー、まあでも、まあいいや、まあ、ね、あのね、そうそうそう、終わりの方先引くように。はあかあ、はあかあ、はあかあ、はあかあ。お、いいですね。久しぶりじゃん。うーん、バン。け、今度こそ。わしは。よーし。よしよし、すごい震えてる。あ、来ましたよ。ちょっと来ましたよ。無双転生トランス準備中。いっちゃうんじゃないですか、これ。このまんま、やったろやったろやったろうぜ。来た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 。4つアイコンがあるんですけど、すげえびっくりマークが多いほどいいです。3個目だけ。まあ、3個目、まあ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 、3個目に1個あるだけでも。すげえ、初めてだ、無双転生チャンスも。ラオウの無双転生チャンス。頑張れー。はいはい、まあ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 。はいはいはい、ここ次ね、ここですよ、ここ。次が勝負だ。なんか出ないかな。連打だ。あ、連打チャンス、連打チャンス。いけ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 。あけ、楽しい。これ弾けるだけで楽しいな。確かに。あ、これいいね。また次やりましょう。ね。おい、赤だぞ。まあまあまあ、龍拳基本ね、これ出してくるんで。姿勢天心なんでね。はい、頑張れ。ああ、もう行くしかない、立つしかないね。頑張れ。まだ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 分からん。復活、誰になるんだ、ラオウを復活させるのは。ザコですね、多分。ザコかい。慶王様じゃないですか。ああ、いないか。ああ、保留でラスト4つ。頑張れ。アビラクジ、あー、ダメだ。あー、早いな、今みなくじやんの。すごい速さ。慣れてるんです、毎回やるんで。やっぱこうやって吸うわけだ。で、吸い終わったらこれ捨てんだけど、灰皿にこっち捨て、そうなって。あっ、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 こうだったんです、こうだった。大丈夫でした。それって高いんですか、これね、本体は。まあ、あの割引とかなんか、どう、あ、おい、あー、出た、右足ですね。どうやって買うかにもよるけど、まあ、4,000〜5,000円はするよね。うわー、それは痛い。危なかったよ。おまけボーナス。ギリギリ耐えたよ。チャージ終わった瞬間、一瞬だけあののめり込みに注意しましょうって出るんだね。あ、一瞬だけ出てました。出てた、出てた。のめり込むか。300発もらって、誰がのめり込むねん。チャージもらったぐらいで。全然社交性とかないですからね。なめんな、うん、一応弾が出た後は、うん、そういう風に言わないといけない感じなんですかね。変な世の中じゃない、うん、ね。うわー、ララ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 ラ
ましょう。お久しぶりじゃないの。さあちょっと久しぶりですから当たりまで連れてきてほしいですな。おお、オリオ変更。キリンだ。キリンオリオだ。嘘、キリン、あ、キリンだ。キリンだよね。え、キリンは濃厚、濃厚だったと思いますけど、キリンって。キリンだよね、これ。初めて見た。そうだよね。キリンだよね。おら。傾いた。すごい。3まで行ったら4まで行ってほしいですね。おお、リオの子か。終わりか。倒すんじゃなくて、ここで折る。ここで折るんですね。次回予告だ。うわー、もうパーフェクトだろ、こんなの。アミバだ。アミバすごいね。やば、フルコースだ。レインボーだ。レインボー、え、すごいですね。めっちゃ映えますね。ね、動画映えする。うわ、初めて見た。いいの見たね、こりゃ。どこに、どこに降りてくんだろう。あ、一応あるの、その向こう。あは、シンプルにぶっ飛ばされる。あ、ぶっ飛ばされるだけ。飛行ついてない。これあの右打ちのバトルと同じ映像なのかな。あ、そういうこと。なんかっぽくないですか、なんか野外、ね、ストーリーではないもんね。飛ばされちゃう。シャリン、250回転。あー、ちょっと寂しいですね、やっぱり。あ、足が勝手にがちょっと見たかったんですけど、ね、バックしてくるのかと思ったら、うん、あ、決め台詞はちゃんと言う、ね、ここあるんですね。オーケー、いい当たり方。すごいな。キリン放流からアミバでしたわ。よし、行ってきます。お願いいたします。今度こそねえ、ラッキートリガーで無双転生バトル。かあかあ、あらー、サウザーさん、まあ、お目見え。カラスいたんでちょっとチャンスではあるんですけど、サウザーさんのお目見えだよ。あ、ジャック攻撃だ。お、いいですね。あ、ジャック攻撃しなかった。名前ジャックに見えた。ジャックに見えたけど中だった。一応名前あったな。あ、頼む。まだ大丈夫やろ。お、嘘だろ、嘘だろ。まだゼロだよ。そっち先に引くのは NG だよ。嫌だ。嘘。はあ、やらかした。はあ。おお、なるの。そのやってほしいですよ。全然もうものになってないから。なるわ。なりはするものの。気合を入れてるんですけど。一応先読みチャンスにしてるから保留変わってくれるだけでもあのいいと思います。信頼度高いはずです。あら。今レインボー出た。ね。今レインボーだったね。一瞬でできなかったけど色だけ。レインボーだったよね。やらせてほしかったです。こうやってたどれば当たりだったんだろうね。たどれば多分。嬉しい。やばー。大好きなアミダクジ出たね。すごい、はい、アミダクジ。でもアミダクジ好きとしてはあれでしょ、紙レインボーにしてどうすんねんって思うでしょ。そう、なんかそれはありますね。たどって、あれこれ当たりじゃないがいいんだよね。よかったんです。嬉しい。やった。505回転目です。
入った。お墓に入りました。バッバッ気持ちいいですね。バッ、墓標も。いや嬉しい。なんかやっぱり図柄揃ってからどうなるかわかんないみたいな台って多いじゃないですか。まあ確かに確かに。図柄さえ揃ってくれたらもういい。そうね。なんか 80% っていうのはやっぱいいですよね。それは思うわ。ああ図柄揃った時に思う。3回、うわ、うわやだー。あ、ウヌは、これ結構熱いんですよ、このウヌはっていうやつが、うん、さっき出たね。9割ぐらいあるんで。あれでも龍拳なんだけど。あ、でも5天敗ではあります。いや、怖ー、でも怖いな。いや、頑張ってくれ。いや、頑張って。笑ったりとかしてもいいんですよ。そんなもんあるの？あります、あります。うわちょっと本当に、一撃、一撃連打。ちょっとラオちゃん頑張って。横から使ったんだけどな。嘘でしょ。ラオちゃん、ラオちゃんダメよ。パシューですよね、パシュー、パシュー、ね、剣王様、剣王様。え、終わり。あ、終わりだ。あら、して予告熱かったのに。やめたくじ、やめたくじ。あ、ダメだ。実戦終了いたしまして、はい、いや、さすがでございました。今日はちゃんと、もう2本立てで。いや、もう特攻機種になったんじゃないですか。もうこれで私いけそうな気がしてます ね。これからも北斗は。僕一応プラスの2635玉ね。素晴らしいです。で、私がですねプラスの11519個ということで。おめでとう。2人合わせたら13000個ぐらいのプラスで、もう大勝利ということで。いや、久しぶりさ、なんか8個回で多くなし、あっという間だったもんだって。確かに。どうでしたパッチさん感想とか。いや、おもろかったっすよ。あのなんか要所要所にそのパチスロ要素もあったから。あ、そうみたいですね。そう、パチスロ打ってる人も分かりやすい。あのなんかザ・北斗バトルって感じだね。バトル型の北斗って感じ。でもちゃんとバトルしてるところ私も評価したくって。なんかまあ無双もそうなんですけど、最近あんまりバトルしっかりしてないから。最近しないね。うん、あったんですよ。最近しないね。確かに寂しくて、私はもうちょっとバトルしたいなって思ってたんで、ちゃんとまあちゃんとしたバトルがね、しっかりと昔の北斗って感じがして、最近の台の中では右打ちを結構ちゃんと楽しめる。ちゃんとあの見せてくれてるというか、早けりゃいいぞっていう、いいだろ、早いだろみたいな、そういうのをあんま感じないというか。そうだね。うん、あ、でも本当に今日おしゃべり言いましたもん、私朝一オープニングで今日出します。言いました、確かに確かに言いましたよね。言いました、言いました。はい、大事だな。言うの大事やっぱり。しかも3ほぼ349なのに2人とも投資軽いんですよ。ねえ、俺も20年近くやってるけど、やっぱオープニングで今日出しますって言ったら俺初めて見たからドキッとしたよ。ドキッとしました。ドキッとしたけど、やっぱ大事。ちゃんとそれを功を奏したというか、言ってみるもんだ。言ってみるもんです、うん、次回も出します我々次回やりますということで、また見ていただけたらと思います。今回はこの辺で、はい、さよなら、さよなら。